二代目、田中長兵衛大正13年3月9日は、明治から大正にかけて、主に鉄鋼業の分野で活躍した実業家である。日本で初めて安定した稼働が見込める、筑港一貫製鉄所を作った。1858年11月25日、江戸は、京橋北紺屋町の大根菓子で、薩摩藩兵糧方として金物及び、米国商、鉄屋を営む初代、田中長兵衛とその妻皆の長男として生まれ、安太郎と名付けられた。明治維新の後、陸海軍御用達の商人として大きく、財を成した父の下で若年の頃から商業に従事し、その一方で、京浜間を往復しては、英語、数学などを修めた。1879年には、妻との間に、長男、長一郎11月19日から1969年12月30日が誕生している。1884年、明治政府からの官営釜石製鉄所払い下げ、打診の際には現地を視察して、製鉄業の復興を志し、その頃ヨーロッパから帰国したばかりの海軍技術官、大賀平才蔵や向井鉄吉について、製鉄の理論と実際を学んだ。さらに古来よりのたたら製鉄で、日本の主要な産鉄地域である山陰、山陽など、中国地方にも視察に赴き、同じく熱心な推進論者であった妹婿の横山久太郎と共に、釜石での挑戦を父に進言した。その甲斐あってか、父、初代長兵衛より、ついに製鉄業挑戦の許可が下る。現地の総責任者を任された横山は、雇い入れた技術者たちと共に2年近く黙祷した後、度重なる失敗を乗り越えて1886年10月16日、49回目の挑戦にして、ついに航路での銑鉄生産に成功した。1887年には、政府より、釜石鉱山の設備一式の払い下げを受ける。1896年には、前年より日本の統治が始まった台湾北部で、金華石鉱山の採掘権を取得。現地で田中組を組織して採掘にあたる。1901年に父が死去した後は、社長職とともに二代目、田中長兵衛の名前を継ぎ、1902年に鉄管の製造工場の立ち上げ、1903年には釜石製鉄所に製鋼工場を起こして筑港一貫体制をなすなど新しい事業にも意欲的に挑戦していった。明治44年の釜石鉱山鉄道。前年まで馬車鉄道だったものがこの年より蒸気鉄道に。1908年3月13日には息子、長一郎とその妻、孝子の間に長男、長蔵が生まれる。1911年、馬車鉄道として1893年より再稼働していた釜石鉱山鉄道が蒸気機関鉄道へと改められ、以後1917年に田中鉱山株式会社が発足するまで田中長兵衛の個人経営となる。同年7月20日、緑綬褒章を受章した。この頃東京の港区三田に建てられた壮麗な洋風建築の田中長兵衛邸は1923年の関東大震災の折には焼け出された多くの人々を敷地内に受け入れ、後に東京消防庁第一方面本部として使用されるなどして1992年頃まで残っていたことが確認されている。三田の田中長兵衛邸1922年にはその翌年行幸する皇太子を迎えるため、台湾金華石の地に、檜造りの日本家屋が建てられた。その後の事情で皇太子の行幸はなくなったものの、太子賓館と呼ばれる、この建物は観光地となった金華石に今も残り、その庭から内部も伺うことができる。第一次世界大戦後の不況や、関東大震災による本店の消失などが重なり、田中鉱山は1924年に経営が破綻。二代目、田中長兵衛は経営権を三井鉱山に譲渡し、同年3月9日、東京三田の邸宅にて死去した。享年66。鉱山業の元たる公庫は、国家より工業発展のためいただきたるものなれば、鉱山本位の事業経営をなし、時価の利益を顧みず、万難にあたり、工場の煙を絶やさぬよう努むむべしとの遺言を残した。残った台湾金華石鉱山の経営については、後を継いだ長男の田中長一郎が、現地に赴き調査検討。その結果1925年11月、8年前の株式会社化に際し金華石の経営を委任していた、新興の事業家、高久慎太郎に株式を譲渡し、彼の創設した金華石鉱山株式会社に経営権が委譲された。ありがとうございます。